はい、こんにちは、おしんちゃんこと小西です。本日はラーメン二郎中山駅前店さんのご紹介で新潟店さんにやってきました。中山駅がこんな感じです。カウンターはこんな感じになってます。はい、それではやってきました。じゃーん、ここにあの器がなかったので2つに分かれて分けて提供してくださいました。6玉と豚1本、あと野菜を盛り持ってもらって、あとニンニクも今回は入れてもらいました。で、今日は趣向を変えて学生服で食べてみようと思います。いただきます。まずスープから。これもたっぷりかかってますね。スープがめちゃくちゃ美味しい。いっぱい入れてくださってるのにすごいマイルドですね。嬉しい。チルチル。お、すごい太い麺発見。全国のね、ジロリアンの皆さんが新潟県が美味しいってわざわざ来るのが分かりますね。
とろける。こんだけ食べたらね、あんまり黒うどんも意味なくなっちゃうかもしれないけど、すっきりして美味しい。油の感じがたまらないですね。完食です。さあ続いて、多分ちょっと麺が汁を吸ってしまって重たくなってますね。2杯目いきます。いや、それにしてもレベル高い。美味しい。麺もスープも豚もめちゃくちゃ美味しい。お、極太麺発見。今日はね、いきなりね、ちょっとね、コスプレをしてみたんですけど、もう多分ね、私のこと嫌いな視聴者さんは何ぶりっ子とか思うかもしれないんですけど、もう私はやりたいようにやっていこうと思います。ラーメン二郎、セーラー服のセーラー服で食べてたらびっくりするでしょ。真摯に受け止めたいんですが、私も結構ね、自分の至らないところ分かるし、箸もなかなか治らなくて申し訳ないんですけど、でもね、やっぱり私もね、人間なんでね、なんかもうなんかいきなりブスとかフリッコーとか書かれるとちょっと悲しいです。
体まるまる1本で食べるとこういうなんかジューシーな部分と、ね、脂身たっぷりの部分といろいろな食感が食べれて嬉しいですね。なかなかね1本頼む人いないだろうけど、はい、鶏だらいただきました。これでだいぶ食べやすくなります。今回撮影が終わったらなんか結構白飛びが激しくってやっちゃった感があったんですけど、これ白飛びってなんかどうやったらなんか防げるんでしょうかね。なんかのアドバイスあったらぜひぜひコメント欄にお願いします。結構ね今までの動画はねなんかコメントが荒れることにビビってなんかね全部控えめな感じでいろいろ遠慮しながらやってたんですけども、ねもうこれからはもう遠慮しないでもうセーラー服でコスプレしながら食べたりなんかもう自由な感じで私らしくやっていこうと思ってます。もうねぶりっ子っていう人はねもうぶりっ子っていう人がぶりっ子です。はい、以上。あ、遅れました。なんかチャンネル登録者様1万名様突破ということでありがとうございます。本当いつもご視聴いただいてる皆さん、登録してくださった皆さん、ありがとうございます。で、なんかね、1万名様突破ということで、なんか近いうちにね、なんか突破企画をやりたいと思ってるので、よろしくお願いします。また極太麺発見。すごい。極太。ありがとうございます。もし、なんか、迷惑可能じゃなければの油とか足してもらえ、なんかスープがスープを結構吸ってしまって味が濃くなってしまって、はい、油で大丈夫です。あれスープもちょっとお願いします。すみません。営業時間昼も夜もあって長いですもんね。いつも営業時間長いからずっといっぱなしだったと思うんですよね。ああ、今みたいな感じですか。そう。まあなんでまあ修業時間に。そうですよ。追加で油をいただきました。でさらに食べ進めていきたいと思います。やっぱ進みますね。新潟店の店主さんはなんと池袋、三田、松戸、新潟という経歴をお持ちで、さすがのベテランっぷりを感じました。
ま、最後一口。ごちそうさまでした。いや、本当美味しかったですね。麺が特に美味しく感じましたね。豚はね、なんか多分他の二郎さんに比べてジューシーな感じに感じました。いや、今回もね、結構すごい量だったんですけど、美味しかったので最後まで美味しく食べることができました。ごちそうさまでした。え、なんか他の二郎さんに比べてすごいツルツル感じるんですけど、オーションですか？じゃあもしかして加水とかの関係でツルツルに感じるんですかね？